やはり半年経つとだいぶ木も減りますね。トライポッド用の木もあんまりないっすわ、今年は。いよいよですわ。足元がおぼつかない。ね、こういうことがあるからシースはちゃんとかけといた方がいい。
寝床の完成です。今日はねサーマレスト、 X サームに、マイナス10度までとカタログ値になってるけど、マイナス4度で寒かった、中華製の、LMR まあ大丈夫でしょう、今日はあったかいから。タープはねこういう感じで、貼ってます。これなんていうのかな、フレームじゃないけど、非常にルーミーですね。4m4m だから非常にルーミーです。ここで立てるんでね、この中で着替えもできますね。うん、いい感じ。
すっかり暗くなっちゃいましたね。それでもね、まだね、5時20分。久しぶりの一ノ瀬のソロですけども、道中ね、ちょっと車がいつもの通行路がね通れなかったんで、ちょっと迂回しましたけど、まあでもそれはね、管理人の奥さんから聞いてたんでね、まあ、覚悟はしてましたんでね。で、前にもまあ通ったことのある道だったんで、あ、でも途中から違ったかな、途中からちょっとショートカットみたいな道に入りましたけど、でも地元の方皆さん通ってる道みたいでしたからね、狭いんですけどね、すごくね、行き違うのがやっとみたいな、細い山道なんですが、そちらを通って今ね舗装工事をしてるみたいです、この一ノ瀬線は。ですからね、ちょっと今すぐ簡単には来れませんが、まあいつもと違った景色を見れてね、良かったです。今日はね火曜日なんで、ウィークデーなんでね、どなたもいらっしゃらないだろうと思ったら、来たら車が3台いて、管理人さんによるとなんかの撮影らしかったですね。で、昨日今日といらっしゃって、先ほど5時ちょっと前に、お帰りになりました。サーカス、サーカス TC みたいなとか、いろいろなテントとハンモックもあったかな、楽しまれて帰れたんじゃないかな。火がいまいちです。ということで帰られたので、今第3のこの場所は私一人です。第3では乾燥、電波つながりますねまたやだな、明日になって仕事の電話かなんかが入って、一応2泊のつもりでいるんですけど、ゆっくり2泊したいです。薪がね、一応まあ落ちてるやつで賄ってるので、あまり質のいい薪じゃないんで、燃え方がいまいち。でもやっとこうさっとこう置きはできてるから、今なんとかお湯を沸かそうとトライしてます。炎上がってきた。まあでもね、このぐらいの木の方がゆっくり燃えていいよね。お湯が沸いたらコーヒーを一杯飲んで、それから夕飯、まあ夕飯って言っても今回も乾燥して持ってきたものだけだから、派手さはありません。今日はね、セッティング
くだけですからね。火を起こして飯食ってちょっと一杯やってでちゃっちゃか寝ます。明日もしね時間があれば、時間があればというのは時間はたっぷりあるんですが、日が短いんでね、朝は遅いし明けるのが遅いし、夕方はもうこの5時で真っ暗ですからね。作業ができるのは4時半までだな。カンソルだとこうやって喋れるからいいっすわな。さあ今日は鹿がどんだけ出てくるか、日中結構ポカポカの暖かさだったんですが、今このゴアのジャケットを着ても冷気をちょっと感じますね。夜寒いかな。天気予報では明け方10度を下回るみたいですから、明け方多分5度ぐらいになるのかな、4度5度、もしかしたらもうちょっと寒くなるかもしれませんね。そうなるとあの修羅富士はちょっときついのかな。ちょっとチャレンジです。まあとにかく今日はゆっくりします。寒くなってきたんでね、手袋をしたい。指先まで冷えてきた。これはやばいぞ。いいですね、一ノ瀬は静かで。まあ多分夜中には鹿とかね、場合によっちゃクマも出てくるかな。今の時期ね、餌を溜め込みますからね。一応ベアスプレーは持ってきてますけど、谷のね、そこの方に流れる沢の音がね、聞こえてきて静かでいいですね。今日は星綺麗だわ。あとでスチール撮ってみますね。多分動画じゃ撮れないと思うんで、管理人さんの話ではね、最近だいぶお客さん増えたみたいです。それは喜ばしいことだとおっしゃってました。まあ、結構マナーのいい人が増えたっておっしゃってましたね、ここのところ。それはすごくありがたいっておっしゃってましたね。でも時々やっぱりね、ハイシーズンになると焚き火のね、炭残してったり燃え残しがいっぱいあったりっていうので結構掃除が大変みたいですね。まあ時々そういう人はまだいるみたいです。僕もね、前回春ね、慌てて帰った時に炭は処理してったんですけどね、燃え差しが 2,3 本まあちゃんと消化できてるんですけど、
端にまとめて置いておいた記憶があるので、確か動画にも確かそれ映ってるはずですね。でやっぱり管理人さんにとってはね、燃え差しの方が、処理が大変みたいです。ですからね、今回も燃え差しを残さないように、もし出たらまあそれも持って帰る勢いでね、ちゃんと処理していこうと思います。でやっぱりね、湿った薪ね、無理にその倒れてる木ってのはもうとにかく湿ってるんで、あんまり焚き火には向かないですよね。だからやるならまあ枯れた木なんだけども、こういうキャンプ場の立ち木というのはね、枯れていても基本的にはキャンプ場さんの持ち物ですからね、手がつけられない。だから勢いやっぱり台風とかね、何かで折れてもう倒れてるもの、これを使うしかないんですけど、ここ何日か天気続きでね、乾いてるんで、探せば倒れてても、まあ、そこそこ乾燥した木が手に入るんでね。だこれが湿ってるとなかなか燃えなくて、オーバーナイトぐらいではまあ多分燃え差しになって残っちゃいますわな。だからそういうのをもう持って帰るか、もしくは管理人さんからちゃんと薪買っちゃった方がいいですね。乾いた薪買って、それで火を起こした方が、火も起きやすいし、ここはね白樺がねあるんでね、ただ立ってる白樺はもちろん使えないんで、倒れてる白樺から樹皮を取るしかないんですけど、でもね白樺は腐っててもね、倒れてても樹皮はね油持ってるんで火はつきますからね。ですからね、そういう意味ではね、薪は管理人さんからいただいてもね、まあ、もちろん買うんですけど、いろいろできるんでね、ここはね本当に面白いです。あとは動物に、ね、慣れないとね、私なんか何回来てもやっぱり鹿が近寄ってくるとやっぱり結構緊張が走りますよね。鹿じゃないうなり声が聞こえるときあるんだよな。多分クマだと思うんだよね。クマさんは勘弁してほしいんだよな。ここにクマさんがいるんで一匹、もうこれだけにしてほしいんですけど。ではビールいただきます。寒いのに冷たいビールがうまい。
さあ飯ができました。いただきます。食後のねちょっとコーヒーをちょっと面白いことします。これねスプーンに角砂糖乗せてます。それにウイスキーを、本当はねブランデーでやるといいんですけどね。さあうまくいくかな。はい、着きました。消えちゃった。それをこの中に入れて、これなんつったかな、カフェロワイヤルつったかな。食後のコーヒーをいただきます。これでね寝酒をやればねぐっすり寝られそうですな。もうすぐ9時ですな。お、もしもし、ごめんごめん、うん、あのさ冷蔵庫のさ、うん、のあの冷凍室のとこちょっと引き出し開けてみてほしいんだけど、うん、で上のトレーにさソーセージ入ってる？やっぱり持ってくの忘れた。それ持ってきたかったんだけどさ、
忘れちゃった。いや、ないな、ないなと思ってさ、今あの木の枝を削ってさ、串に刺す串の準備だけしたんだけど、あれソーセージどこ行ったって言って9時過ぎですが、鹿が3頭出てきましたな。すり鉢の下の方、奥の方ね、あそこはルートですな。あそこにトレイルカメラを仕掛けたら面白いかもしれないね。やっぱり冷えますね、11月の末。そろそろね、もう冬キャンプ、もう秋キャンプじゃないですね。こいつが終わったら歯を磨いて寝ます。とりあえずおやすみなさい。今朝3時半です。今ちょっとね、テントのすぐそばで、テントとかこのシェルターのすぐそばでうなり声が聞こえましたね。クマじゃないですね、野犬かな。すぐにちょっと声を出して明かりをつけたんですけど、走り去った感じはないですね。ちょっとやばいかな。ちょっと見ていきます。鹿が50メートルぐらい先に2頭いましたけど、おとなしかったんですが、今のうなり声は何だろうな。うなり声じゃないのかな。ちょっとね、まあ一応もう6時間寝たんで、ちょっとこの後警戒して起きてみます。その間にまた来るかどうか。夏ならね、あと 1,2 時間で夜が明けるんですけど、この時期は多分ね、6時過ぎないと、この辺だと7時かな、過ぎないと明るくならないと思うんで、こっから 3,4 時間ちょっと警戒してみます。今4時です。その後、うなり声はもう聞こえませんが、一応今まだ警戒してます。バックアップのね、ミニストーブでちょっと今お湯を沸かしてコーヒー飲んでます。
なんだろうな、野犬かな。このタープのすぐ外でしたね。下の第2にもね、お一方いらっしゃるんで大丈夫かな。まあ、あの方も小さなテントですから入っては来ないとは思いますが、私のタープはねちょっと閉じ加減がいい加減なんで、分かるから、見えるから、このぐらい開いちゃってるんでね、入ってこようと思えば入ってこれます。ですから一応ね、フラッシュライトをミドルかな、ローかな、ローの一つ明るめのモードで今入り口の方を照らしてますけどね、心細いっちゃ心細いんで、ラジオかなんかがありゃねつけたいところなんでしょうか。あんまりラジオがね私は好きじゃないんで持ってないんですよ。小さいラジオ持ってた方がいいかな。長期にわたるならね、天気予報を知ったり、スマホの電波の届かないところなんかはね、ラジオもあった方がいいんでしょうけど、普段あまり持ち歩かないんでね。でもこういうことがあるからな、持ってた方がいいかな。ラジオをつけちゃうと、物音とかね、気がつかなくなっちゃうんでね、心細いですが、音を察知する意味でも、ちょっと静かにしてみましょう。夜が明けるまであと2時間ぐらいかかるだろうな、まあ、それまで。夜が明けたらね、眠かったらもう少し寝ます。それまでは警戒してます。